対抗ダンス甲子園第1回全国大会、これがもうすごいんですよ。いよいよ決勝ということで、神戸メリケンパーク内のですねフィッシュダンスホールというところで行われます。全国各地からですね出発するダンサーなんかもいろいろ模様を捉えまして、大阪で前夜リハーサルやりました当日のことでですね、非常にこのリハーサルもかなりね、力の入ったものでしてですね、面白かったんですけども、一応そこ行きまして、そこのリハーサルまでの VTR をですね、ちょっと見てほしいなということで。なんだよ、うまいうまい、慣れすぎたバスガイド見てるよ。決勝大会を明日に控え、各地から続々と代表チームが開催地大阪に向けて出発。北海道からはつるちゃん率いるスンダラズ、そしてアニマル流ウィズハッチャキダンサーズ。ここまで育ててくれた北海道に恩返しするつもりで頑張ります。みんな頑張るっしょ。東京からはこれらの7チーム、中でも優勝候補霊感山間トンチンカンは友達の施設応援団が貸し切りバスで大阪に駆けつけてくれるという。とにかく一生懸命頑張りますので皆さん応援しててください。全国制覇のために、お前らの日頃のパワーを、このダンス甲子園にぶつけてぜひ、頑張ってもらいたい。頑張れよ。はい、名古屋からはそうなっちゃう服部率いるウエストファスト。みんな応援に来てくれたよ。僕のチーチでございます。パパリパパリパパリ来てるでしょ。初めてお目にかかりますけども、服部順次ないし皆さんのクラブを一度ご衛生いただきましてありがとうございます。イエーイ徳ちゃん。ちゃんと頑張ってくるんだよ。エサ、わかった？任しとかんけ。紹介します。僕の彼です。どうぞ。僕、頑張ってくるよ、チヨ。頑張って、順次。ということで、優勝してくれたら、どうしようかな。もう内緒。そういうことだよ。ごめんね。九州からは今大会唯一の兄弟チーム、LL ブラザース。応援場よろしくお願いします。九州代表として恥ないように頑張りたいと思います。行くぜ。そして開催地大阪からは、こんにちは、クレック関西地下の高田です。皆さん乗ってますか課長。よろしいですね。アジャパン。新年の挨拶ですね。何かありますか。新年明けましておめでとうございます。ハッピーニューイヤー。ハッピーハッピー。明日の意気込みを思い切ってやってちょうだい。どうぞ。いやー、みんな頑張って。びっくりしゃっくり天津甘栗とどろきびっくりびっくりしゃっくり天津甘栗とどろきびっくりびっくりしゃっくり。マジでマジで好きやから頑張ります。マジやぞー、マジやでー。幸せにしちゃうからね。それは何、恋人なの。寒そうな恋人。新大阪駅に到着。もうもう早速顔合わせのレセプション。大会前にお互いを紹介し合うことになった。さて今日はですね、今までの皆さんの労をねぎらいまして、ここ帝国ホテル飛天の間にですね、皆さん大阪へようこそ。ほんじゃら乾杯。声が枯れてる。紹介をうまく踊ろうと思わないで、自分たちの精一杯出せる力を出して踊りたいと思います。そうですね。いや、はい、どうもありがとうございました。大阪代表のクラブガンジャです。
全部発揮できたらいいと思いますんで、よろしくお願いします。福岡から来た LL ブラザーズです、自分が兄の矢沢貴成です。弟の矢沢雅也です。よろしくお願いします。いただき。そして前夜の最終リハーサルが始まった。天才ダンス少年田中率いる東京代表、霊感山間トンチンカン、優勝候補の一角。負けるとは思わんけど。思わない。でも負けちゃいましたね。いやいや、僕らの通りで。あるからね。九州の LL ブラザーズ、そのコンビネーションは兄弟ならでは驚異的である。かなりもう無事に力を取りですね。あ、そう。ドラハンすごいですよ。綺麗でかいし、無事に来ているから。大阪から唯一の本格化クラブガンジャ、いち早くボービングを取り入れたそのセンスが売り物。名古屋の服部率いるウエストファスト、その得意な外見とは裏腹にダンスレベルは高い。どうですか、ズバリ見たライバルは。そうですね、今やってるワニ、ワニ君って行きたいところですが、やっぱり九州の二人組ですよ。 LL ブラザーズね、はい、今日来てますものね、はい、どうズバリライバルは。東京の皆さん方かな。皆さん方ね、他見ててどう、ライバルさん何すんのグループは。東京ですね。あ、東京いいとこ見てる。あ、すごいですね、残ってきただけあって。フライングモンキーシークと飼育があるって誰も言わねえもんな。そういうことでですね、ここまで来ればもう皆さんもね、誰が勝ってもいいやという気持ちも芽生えてくるかと思いますがですね、そうじゃなくてもうほんの少しなんでね、頑張っていただきたいと思います。クレイジークラッシュもね、はい、まとまってますよね、はいはい。クレイジークラッシュがホーシング、ブレーキング全てをこなすハイセンスチームということなんですね、これはかなりね。なんだそのホーシングってのは。ホーシングとかブレーキングってのはなんか踊りの種類だと思いますね、それ一つの。ちょっとそのホーシングってのをちょっとラッキーさんやってみて。どういうのどうですかね。あっちにしかってなんかこんなだったりこうやるんだと思うんですけどね。向こうですと MC ハマーとかがね、こんなだってこうやってるんで、まあ詳しく聞かないんだから。なんか拝んでるじゃないの。あとみんな拝んですね。ホーシングでブレーキングってのはこうハンドルがってブレーキしょうがよくわかんないんですよ、僕もね。そして T ボーイズというのがね、アクロバットを駆使してね、あ、これまで言っちゃいけないんだ、踊りもうまいんですね、意外とね。何言ってんの。言っちゃいけないって言ってんの。リハーサルでみんな出さなかったんですよ、要するに隠しといて。これがな、敬遠しちゃって。敬遠しちゃってね、みんないたでしょ、でね、形だけこうリハーサルやってね、また本番はね、違う、いろいろ違うグループなんかもね、いくつか漫才大会みたいなもんだな。大会の前半戦っていうのがありますんでね、それちょっと見ていただきたいんですけどもね。ダンス甲子園決勝大会、神戸のベイサイドメリケンパークにあるダンスのメッカフィッシュダンスホールに特設ステージスタンバイ完了。高校生ダンス甲子園決勝大会、ゲストの方を紹介しましょう。ラッキー池田、じゃあ池田からみんなに一言どうぞ。いやー、今日はもう決勝戦だから張り切って。普通の会話だよね。選手先生はマイク対決という方で、このお二人に紹介していただきましょう。まずは今来た方、どうぞ。どうぞ。
MC ハマーから激励のメッセージが届いた。天才イテケシノ元気がテルテルベデンスクシンオダレイオダレイイマキラカトカトトはい、それではですね、まず地元大阪からクラブガンジャーどうぞリーダーの浜健二君、どうですか体調は浜健二君バッチ、はい、君たちはボーギングが得意というようなことでね、かなり練習してきたみたいなんですけども、なんとなくトップバッターってのはどうでしょう。緊張する。緊張しますよね。皆様前にして何か言いたいことありますか。はい、じゃあマイクで適当に前の方出てって言いたい放題のこと言って結構ですよ。よろしく。地元大阪から来たぜ。ミュージックスタート。東京代表霊界山監督時間どうぞ。彼はですね、毎回ね頭を凝ってるみたいなんですがね、どうですか今回はどのような頭で来てくれたんですか。今回はちょっと凝ってみました。じゃあみんな見たらバカ野郎と一言言いましょうか。あらー、なんですかこれは。たけし社長の顔。たけし社長の顔というようなことで。見ててなんかライバルだと言ってましたけど、あ、ちょっと失敗しちゃったかなっていう、ね、はい、ということでね、北海道内唯一の名門女子校出身ということでね、こちら鶴ちゃんですね。はい、今日もね、はい、どうも今日もこの大阪にはですね恩返しに来たのね。そうですか。あの3人ともダンスがとっても好きなんで、その気持ちを精一杯表現したいと思いますのでよろしくお願いします。
む人妹に欲しいですね。あ、どうもこんな踊りで好きになってくださってありがとうございます。ということでもう公園に好きになったって決めてますよね。まだ何とも言ってないのにもう好きになってくださってた。大阪代表はファーストインプレッション。似合わないですね、カツラが。ねえ、ただのブサイクなお姉ちゃんみたいになってしまいましたけど。妹にしたいですね。そうですね。というね、素晴らしいね。はい、どうも。なんて書いたんですか？一等賞。顔が真っ青になってますよ。だって。だって。だってさ。なあ。そうなっちゃう？そうなっちゃうよ。あれも。ウエストファースト服部純一。俺たち今から踊るぜ。みんな応援よろしくな。Are you ready? Come on, baby.後ろの漫画とそっくりな顔してましたよ。いやいやいや。で結局は何、あの間違えたの、あの何ていうの、関東代表の連会の監督、ちょっとね、連会の監督あれちょっと失敗したの、少しなんかちょっと、ね、だからコンビネーションがね途中崩れちゃったみたいで、崩れちゃった、じゃあのファーストインプレッションはね、後ろは本当にしっかりやってるんですよ、加藤さん抜かしては。今来た加藤がいなきゃよかったんだ。いや、かなりのことやってましたよ後ろは。クラブガンジャムはなかなかそのホーシングで、ボーギングでしたね。最初ボーギングで、ボーギングやってるチームはここだけかな。ボーギングって何なの？ボーギングっていうのはあれですね、あのミキちゃんもコマーシャルでやってましたね、固い動きみたいですか、モデルさんがする動きなんですよね。あのボール投げてピン倒すやつじゃないですよ社長。ボーリング、社長がボーリング、ボーグっていう、違う、そうそうそう。して出てきてくれましたね。福岡から来ました。LL ブラザーズです。よろしくお願いします。応援お願いします。ミュージックスタート。
とブルージーンズの皆さんです。はい、寺橋武さん、調子は面白いですね。ミュージックスタート。
ダンスを終えました。ああバカバカしかったな。鼻に鼻毛棒。まあ、なんか大会なんだから一つぐらい考え直してきてもいいのに。でも最後にこうやってやったのも自分わって。あれは技だったんだよ。ジョスクイ同好会です。あれは穴とか見えます。あれも穴取れないけどな。あれもこっちばかし こればかりやったよな。まあ新しい踊りに一応ね、その場で考えたみたいですね。うん、他人の見てて自分も言いなくちゃいけないんだけど、今考えたみたいで、今考えたみたいでね、踊りが途中で伝わなかったのってわけがわかんない。いやでもね、本人はねすごいことやってるつもりになってると思うよ。いや本人もね、あのまんまずっと押し通す勇気がなかったんだよ。やっぱみんなもやってから、ちょっとぐらいやっとくから、ちょっとぐらい努力の後を見せようかと思ってやってしまったんだから。中村雄二のバンドのライブみたいなので困ったなっていうのは。片っぽはだからね、なんか本当に一人なの。片っぽは一方で見えちゃったんだ、ただ押さえてるだけだから。続いてはいよいよダンス甲子園大会結果発表。日本一の栄冠はどのチームの手に。全てのダンスが終わったダンス甲子園、観客に投票してもらい優勝チームを決める。第1回高校制服ダンス甲子園結果発表。それではですね、第3位、歌謡大賞からいきたいと思いますか。よろしいですか。第3位、名古屋代表ウエストファースト。彼女の名前は？チア。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 チアって方ですね。チアさんに一言。やったぜベイビー。任しばんかい。今から動画に戻るぜ。あ、神戸、神戸、神戸のみんな、ありがとう。作曲家大賞ですか。大阪湾代表クラルナンジャー。やりましたね。トップでかなりのプレッシャーを押し上げて。そうですよ、みんなよく頑張ったと思います、ね、あ、どうもありがとう。めっちゃ嬉しいです。素晴らしい踊りを見せてくれました。そうボーギングがね、やっぱねかっこよかったですよね。かなりね、やりました。かなりね、あのコンビネーションがね、トップから脅かしてくれましたからね。さてここでですね、ラッキー池田さんからですね、はい、特別ラッキー池田賞というようなことですね、はい、それではですね、この頭の上路を上げます。素晴らしいですね。24金でできた像ですね。さあこれをどなたのグループに、いろいろ悩みましたが、つるちゃんにあげちゃおう。すんだろくん、わー頑張りましたね。あとでこの一つの争奪戦をめぐって3人で殴り合ってくださいね。あのどうも皆さんありがとうございました。いい思い出になりました。はいどうも。今年のレコード大賞の発表ですか。違いますね。さあ輝くですね、第1回高校生制服ダンス甲子園の優勝者。今来たかと。発表です。第1位優勝は九州代表エルブラザきましたからね。やっぱり優勝となると気分いいでしょ。いい、それはいいです、ね、この喜びをどなたに。親ですね。親に。親じゃあお兄ちゃんの方からじゃあなんか一言。はいどうぞ。これからも踊り続けます。これからもよろしくお願いします。いろんな地方 あのダンサーの人たちとみんなと一緒に踊れて本当嬉しかったです。どうもありがとうございました。はいどうも。いいですね。これからも踊り続けますというのがね、はい、後ほどですね、またインサート
でしょうか。悔しいよ、バリバリ。ねえ、やはり負けたというのはね。そしてですね、柏君、そして加藤のグループも頑張りました。でもやっぱりな、盛り上がるっていうのが、一番いいと思うねやんか。だからな、今日大成功したと思って、みんな、イエーイ。ワンチュー。ここにおるやつらに気合では絶対泣けへんつもりやから。気合が入って、イエーイ。はい、じゃあ柏君からまたみんなに一言吠えていただきましょう。どうぞ。ありがとう。鬼の目にも涙と言いましょうかですね。第1回のですね、高校生風ダンス甲子園もですね、いろんなことがありました。今ここにですね、幕を閉じようとしておりますが、全員でですね、踊り狂ってこの第1回高校生風ダンス甲子園、これを終わりにしたいと思います。全員一緒にダンスダンスダンスということで、ミュージックスタート。なんかつきましたね、この歌の制空ダンスなんとかってのもね。で、これはまた、これは第2回大会ってのもあんだろうね。ね、うん、あの、ラッキー池田賞はね、ね、最初ドスコイ同好会にね、あげようと思ったんですよ。ただ、3秒しか入ってなかったんだね。あ、入れたやつがいた。入れたやつ3人いました、3秒で入ったんですよ。入れたやつがいたのもすごいな。3位、2位はなんか番組から記念品を、あ、優勝者は海外旅行、南の島へご招待。南の島って言ってるとこじゃないの。新島かもかねえやドスコイ今後期待しますね。テクニック的にはどれだけ伸びるか、そのだけ新しい踊りをマスターしてくれたので。いや、やっぱりドスコイがやっぱり真剣にツイスト踊るとか言う。社交ダンスを真剣にやってるとか。二人で。そうなんです。ジルバを踊るとかね、うん、あ、そういう人たちいなかったですね。だって別にこういう踊りじゃなくてもよかったんですよ、ね、みんな同じだからさ、うん、いいんだよ、タップダンスでもなんでもな。ジルバでもね、社交ダンスでもよかったんだ。あの鹿島が泣いたのだけはどうしてなんでしょうね。演出でなんかやってたけど本気で泣いたんだよ。鹿島下手すと負けて悔しくて泣いたの。本気で悔しくて泣いたみたいですね、負けたのは。でも第2回にすごい技出てくるかもしれないな。優勝の LL ブラザースにはガム島旅行をプレゼント。そして第2回ダンス甲子園参加者募集、全国の高校生制服ダンサーお待ちしています。